はい、カズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日はですね、健康のためのヒントだったりアイデアではなくてですね、痛みの改善のためのヒントだったりアイデアではなくてですね、アメリカのですね、 YouTube からですね、ある物が届きましたので、それをですね、あなたにお見せしたいと思いですね、動画をお送りさせていただいております。はい、それは何なのかっていうと、まあこれなんですよ。はい、これなんです。まあ、UPS っていう海外発送のですね、業者で送られて来たものなんですけど、はじめこれメールで来てですね、海外からのまあものがありますっていうので、まあ新手の詐欺なんじゃないかって思ったんですね。はい、まあ全然心当たりもなかったですし、もしかして Google の情報が漏洩されてしまったのかなみたいな形で、最近そういうのありますよね。物が代引きとか着払いで送られてきて、注文してもないようなものが送られてきたりとか。はい、なので着払いとか代引きだったら絶対に受け取らないようにってうちの妻にも言っておいたんですね。でそしたら特にサインするだけのものだったので、もらって中身を見るとああこれかっていうのだったので、お見せしようと思います。私も実はですね、ちゃんと見ていなくって、ここでしっかり開けます。まあ顔だけ見たんですけどね。それが何なのかっていうと、はい、これなんですよ。これです。はい、カバーも外しちゃいますね。はい、プレゼンティッドカズヤサコダフォーパッシング100,000 サブスクライバーズ YouTube。 はい、何なのかっていうと、10万人のチャンネル登録者をですね、こう突破した記念の盾になるそうです。はい、びっくりしました。はい、これ実はですね、知っていたんですけども、なかなか届かないなと思っていたら、まあ、このタイミングで届いたっていうところですね。でプラスですね、このお手紙もあったんですね。はい、この度あなたのチャンネルの登録者が10万人に達しました。これはごく一部の YouTube クリエイターしか達成していない目を見張るような成果です。 YouTube のユーザーは膨大な数に増えていますが、この10万人達成の意義をしっかりと心に刻んでいただきたいと思います。あなたのチャンネルに登録した人はすべてあなたの動画に心を動かされた人たちです。元気づけられた人もいれば、課題を見つけた人を楽しませてもらった人もいるでしょう。この10万人という節目はまさに努力と粘り強さの賜物です。ユーモアのセンスも良かったのかもしれません。これは紛れもないあなた自身の実績です。この実績とこれまでの努力を称え敬意を込めて、ささやかながらこの銀の再生ボタンを贈呈させていただきます。もちろんあなたは見返りを求めているわけではなく、創作したい、共有したいという気持ちに突き動かされて、またあなたに期待しているファンがいるからこそ努力されていることと思います。あなたの今後の歩みに、心から期待しております。今はまだチャンネル登録者で100万人という目標は遠い先のことですが、道のりは思うほど遠くはありません。 YouTube が応援しています。さらなるご活躍楽しみにしております。今後とも YouTube よろしくお願いします。はい、スーザンさんですね、 YouTube の CEO からスーザンさんから、お手紙でですね、こういう盾が届きました。はい、まあ、10万人になるとこの銀色の盾がもらえてですね、100万人に達すると金色の盾がもらえるそうです。はい、いやでも記念になりましたね。はい、すごく嬉しいです。まあ、本当にこのですね、お手紙に書いてあったように、私もですね、実際この YouTube のチャンネルっていうのは、まあ、一人の患者さんのためにですね、始めたチャンネルなんですよ。はい、まあ、本当に痛みで悩まれている患者さんがいて、その後にですね、施術をした後に、じゃあこういうセルフケアしてくださいねっていうところと、なかなか説明1回では分かりきらないところがあるので、同じようなお話をした動画を作って、それを後でまた見といてくださいね、そしたら理解も深まりますのでっていう形で、まあスタートしたチャンネルなんですね。でそこから食事のこととかをですね、患者さんにやっぱアドバイスしていくところで、それも動画にしてくださいっていうところで、やっぱり作っていったっていうのですね、それが始まりになるんですよ。なので本当に、まあ、これを続けてきて、今このような10万人を突破して、まあ、このようなですね、 YouTube からも表彰されるような形になって、すごくですね、まあ達成感もありますし、これからも頑張ろうっていうふうに思えるところではあったので、ちょっとこの動画のですね、場所を借りてお見せさせていただきました。まあ、100万人っていうのはまだ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 先のことかもしれないですけども、まあ、このままですね、私のペースは崩さずですね、まあ、マイペースで患者さんのためにですね、より良い情報を発信できるようにですね、頑張っていきたいと思いますので、その先に、まあ、20万人、30万人、100万人っていうのがあるかと思いますので、まあ、頑張っていこうかなっていうふうには思っています。
はい、まあ、本当に人数が増えてきたとしても、私はただただ目の前のあなたに対してですね、情報発信をするっていうですね、そういったまあ、ポリシーというか立ち位置は変わりませんので、ご安心いただければと思います。まあ、多くの人にっていうよりも、まあ、あなたに役立つ情報っていうところですね、お送りすることをですね、これからも意識して頑張っていきたいと思います。はい、ということでですね、今回は、まあ、YouTube からですね、アメリカからわざわざ届いた、まあ、このブツをですね、紹介させていただきました。はい、まあ、だいぶ本当にこう見ると焼けてますね。さっき来られた患者さんには、アダモちゃんみたいだねって言われました。はい、まあ、世代によって分かる人と分からない方いらっしゃるかもしれないんですけど、アダモちゃんみたいだねって言われました。確かにアダモちゃんみたいですね。はい、まあ、今後もですね、健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、ではですね、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。